けんちゃんの進化マジョリーチャンネル。はい、けんちゃんの進化マジョリーチャンネル。けんちゃんこと、藤村健一が今日もお送りいたします。今日はですね、ウォッチ時計でございます。はい、進化グループも、まあ、時計はね、たくさん扱ってはいるんですけども、まあ、その中で、今日ですね、皆様にぜひご紹介させていただきたい品はこちらです。そうです、私も愛用してます、センチュリーのね、ご紹介を、させていただこうかなと思います。今日はご覧いただいている皆さんにお客様になっていただいて、で、そこで私がこうセンチュリーをおすすめするっていう感じでですね、ご紹介をさせていただきます。でこれシチュエーションが、そうですね、60代の女性で、電池交換でご来店いただいた。で、腕にはねロレックスを、されてるっていうシチュエーションで、ちょっと私がね、センチュリーをこうねアピールしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今ですね、お預かりさせていただいている時計を別のスタッフが、慎重かつ丁寧にですね、電池交換をしております。ちょっと大事な時計ですので、万が一があったらいけませんから、丁寧にですね、電池交換をさせていただきますので、お時間が5分から10分ちょっとね、いただくような形になります。で、まあね、今みたいにこうちょっとスマホをねご覧になっていただいて待たれるのもいいんですけど、まあ、この時間を使ってですね、私ちょっとねおすすめしたい品が、もちろんね買えとは言いませんので、おすすめしたい品がありますんで、よかったらねおすすめさせていただけませんかね。え、男前、はい、いやもうそんなことないんですよ。あ、ですか。いやね、あんまり言われないんですけど、まあそうですね、まあ3人に1人はねちょっとまあ男前って言っていただけますかね。え、何です。あ、イケメン界の3割バッター。まあ上手なことをしちゃいますね。はい、気さくな方でよかったです。そんな方におすすめするのがですね、こちらでございます。はい、センチュリーっていう時計になります。今ですね、お客様が作られている時計、これロレックスですね、こちらと同じスイスの時計になります。はい、こちらですね、まあ、スイスの時計、いい時計になりますと、お客様のロレックスもそうなんですけど、ここのガラスね、サファイアガラスっていうものを使います。一般的な、時計はですね、クォーツ水晶っていうのをまあ使うんですけども、やっぱりね、お客様がお持ちのロレックスだったりとか、こちらのセンチュリー、まあ、お値段はね、ちょっといいお値段にはなるんですけど、こういう時計になるとですね、ちょっと他と違いを、出すために、ガラスはですね、サファイアガラスを使います。ダイヤモンドに粒硬さを持つ、サファイアガラスを使います。で、センチュリーの場合は、サファイアガラスって言っても、センチュリーサファイアっていうちょっと特殊な、サファイアを使うんですね。まあ、ご覧いただいたらわかると思うんですけど、そうですね、もう綺麗に輝いてます。はい、これサファイアなのでカッティングすることができます。で、熟練した職人がですね、このセンチュリーサファイアを綺麗にカッティングして、こういう輝きを出してるんですね。さらに、ちょっとね見えづらいかもしれないんですけど、この横の部分、この黒い部分も実はサファイアなんですよ。そうなんです。種類の違うサファイアを一体化させるっていうね、ちょっとこれも特殊な技術になるんですけど、まあ、表だけではなしに横の部分もね、傷がつきづらいような、形にするために、サファイアを、ちょっと別なサファイアをね、使っております。で、こうやってねご覧いただいても綺麗にね輝くのは分かるんですけども、これですね、お客様の手元にですね、つけていただくと、ちょっといいですか、ロレックス外していただいてね、ちょっとこちらに置いていただいて、これねつけられてください。どうですかね。はい、ありがとうございます。そうなんです、これまあ、ロレックスはねちょっと機械式の時計ですので、ちょっと重たい感じがするかなと思います。で、こちらは電池式の時計ですんで、厚さがねこんな感じで厚さがないので、ちょっとねスマートにつけていただけるような感じになってます。はい、で、それなんですけど、なんとこちらのロレックスと同じようにですね、これしっかりと 100m の防水がついてます。このね 100m の防水ついてるって私が話すると、いやいやお兄さんそんなね私潜ることないしって言われるんです。言われるんですけど、女性の方ってどっちかっていうと男性の方よりは水を扱うことが多いんじゃないかと思うんですね。例えばまあお化粧直すとかお手洗いに行った時に手を洗う、
その時にちょっとふと、間違ってね、こう、流水、蛇口からの、ね、水に時計がかかってしまった場合、普通の生活防水だったらこれで結構水が入ってしまうんです。流れる水っていうのはすごい気圧がかかっているので、それでもうちょっとね大事な時計を傷めてしまったっていうこともあったりします。もちろん 100m までの気圧はかからないんですけど、まず日常生活の中で 100m の防水をつけてればまず問題ないでしょっていう、センチュリーの優しさというかですね、そういったものが含まれています。あともう一つ、さっきもお話ししたようにこの薄さで、ロレックスと比べるとね、機械式電池機で違いはあるんですけども、この薄さで 100m の防水っていうのが時計の業界だったらどうやってんのっていうぐらいすごい技術なんです。でロレックスの場合は、100m 防水、これですね、この時間を調節するリューズっていうところがありますね。これのリューズがねじ込み式のリューズって言って、ちょっと押してねじ込むような感じでリューズを締めていきます。そうすると 100m の防水がカチッと、できるんですけども、センチュリーの場合はですね、ここのリューズ、普通のリューズなんですよ。普通のリューズで、例えばですよ、このね綺麗な時計でリューズだけもがっちりしたリューズだったらちょっとあんまりいいじゃないですか。ですんで普通のリューズでカチッカチッだけです。ねじ込む必要も一切ないんです。これもすごいことなんです。それがなんでできてるかって言ったら、中が真空、空気がない状態になってます。空気がない状態ですので、小さいホコリとかですね、ゴミが入ることもまずないんですね。でその他の時計に比べると、そういった中にホコリが入ったりとか水が入ったりとか、小さいゴミが入ったりとかっていう故障っていうのがすごい、少ない時計になってます。でセンチュリーっていうのは、ブランドコンセプトが、センチュリー、1世紀100年という意味ですので、世紀を超えて輝き続ける時計っていう意味合いがあります。この特殊なねセンチュリーサファイアを使った輝きと、あと、防水性と中を真空にしているこの技術で100年使っていただいても大丈夫ですよっていうコンセプトをもとに作られた時計です。ロレックスっていうね、素敵な時計をお持ちだとは思うんですけども、もしですねお持ちでなければ、こういうねタイプの、時計をお持ちでなければ、お洋服もそうですよね、私たちやっぱりねその季節であったりとか行く場所であったりとかでお洋服も選ばれるじゃないですか。例えばね、今日はね、ちょっとロレックスっていうカチッとした時計よりは、女子会でねこうエレガントな時計をね、こういった時計をつけていただく方がいいかなっていう時にはこういう時計をつけていただく。まさにね時計っていうのは時間を見るだけの道具ではなしに、ファッションでね使っていただきたいので、もしお客様こっちにこういうね、時計お持ちでなければですね、一つね、ご自分のアイテムにですね加えていただければと。でまた、こういう時計っていうのはですね、もし娘様がおられるようであれば、娘様にも、引き継ぐことができるっていう、時計になっておりますので、そういう意味でもですね一本お客様のコレクションにね加えてみていただければどうでしょうか。そうこう言ってるうちにですね電池交換が出来上がってまいりましたんで、ちょっとね私の説明を、そこまでお兄さんが言うなら買ってくれる、どうもありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。センチュリーのですね、セールストーク、で、ちょっとご紹介をね、させていただきました。もちろんね、あんな風にうまくいくことはないんですけども、ね、私もまだまだ未熟なところもありますんでね、あんな風にうまくはいかないんですけども、ああいう感じでですね日頃、お客様にね、センチュリーのご紹介をさせていただいております。モデルは、センチュリーの中でもアフィニティっていう人気の、高いモデルをご紹介させていただきました。広島県ではセンチュリーを取り扱っているお店っていうのが、新川グループ、本通り店と新川の最上店、こちらの2店舗とですね、あとデパートさんしか、ないんですね。ぜひ、広島県にお住まいの方は、新川に寄っていただいて、YouTube 見たんだけど他にも種類あるんですかみたいな形でですねお立ち寄りいただければと思います。このチャンネルではですね、身につける唯一の芸術品、ジュエリーの、楽しさ、素晴らしさ、綺麗さをですね、伝えていっております。少しでもねお客様に、ジュエリーの、興味をね持っていただけるようにできる限り分かりやすく、説明をしております。ちょっとねジュエリーのこと知ってみたいなとかね興味あるなという方、
動画の配信状況がですね、わかりやすいようにぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではライフスタイルにジュエリーを、次の動画でお会いしましょう。